オーストリアの首都ウィーンで2日夜、複数の場所が襲撃される事件がありました。日本食レストランに人質を取って立てこもっているとの情報もあります。現地メディアによりますと、2日夜、ウィーン中心部にあるホテルの日本食レストランに何者かが人質を取って立てこもっているということです。また、ユダヤ教の宗教施設シナゴーグ付近などで銃撃があり、オーストリアの内相はテロ事件とみられると話しました。一連の事件で警察官1人など少なくとも7人が死亡したとの情報があります。一部メディアは、容疑者の1人は自爆ベルトで自爆死し、もう1人は逃走していると伝えています。警察は住民に対し、公共の場所に近づかないよう呼びかけ、可能な限り多くの人員を現場に投入しているとしています。